ベーター・ゲッスナーは日本在住ドイツ人の劇場監督と演劇指導者。西洋人として初めて日本の演劇大学で本格的に教鞭をとり、芸術監督として調布市立、調布市線ガ劇場の立ち上げにも貢献。また YouTube にインタビュー掲載あり。日本演劇界における外国人演出家のパイオニア的存在として主催劇団。 うずめ劇場での舞台演出を中心に、他団体の演劇やオペラの演出、俳優としても活躍。旧東ドイツの国立ベルリン俳優学校、エルンストブッシュで学び、ハレのターリア劇場で4年間俳優、演出、ドラマトゥルグを務めた。ベルリンの壁崩壊後、1993年妻の九州工業大学勤務をきっかけに、家族で来日し、 福岡県北九州市に今日構える。その後、日本とドイツを行き来しながら、ライプチヒ大学を卒業し演劇学修士取得。その間、劇大黒テントを訪問した際にもらい受けたデイビッド・グッドマンが編集長を務めたコンサートシアター・ジャパンを通じ、日本のアングラ演劇に触れ、卒論のテーマとした1995年に自身の演劇グループを設立し、 演劇力で太陽の女神アマテラスを彼女の洞窟から引き寄せる日本の神うずめにちなんでうずめ劇場と名付けた。このグループは少なくとも年に2回は制作を行う地域の演劇機関である。2000年国際的に有名な演出家鈴木忠が理事長を務める舞台芸術財団演劇人会議主催の第1回都が演出家コンクールにて ゲスナーは、岸田国士の、紙風船で最優秀演出歌唱受賞後、全国的に活動を展開し、2001年、北九州市民文化奨励賞を受賞。2002年から2005年、うずめ劇場が、セゾンフェロー芸術創造活動助成を受ける。現在、うずめ劇場に、授与されている州及び、 民間の資金援助とフェスティバルへの招待により、劇場は2001年から2007年の間に、日本の多くの都市に登場。エジプト、台湾、ドイツから国際的な招待を受けている。2004年より、東方学園芸術短期大学演劇専攻科にて、教鞭を取り始め、東京に転居。2006年から2009年にかけて、新国立劇場ドラマスタジオシームスタディ。 集中講義講師を務める。2007年から2011年調布市戦川劇場の芸術監督に就任し、市民アンサンブルを組織して、新しい形の劇場運営に取り組む。ここでは、彼はドイツのモデルに基づいて、芸術的構造とゲーム運営を構築し、2つのフェスティバル、ジャズアートセンガは、人形演劇祭、命を設立。また、 東京のフリーランスディレクターとしても活躍。2018年10月から翌2月まで、うずめ劇場、フェードルを安藤忠夫設計による東京アートミュージアムにて日本では珍しいロングラン上演。ハイナー・マラーのフィリック・テッドのステージングは日本の最大の劇場賞である読売演劇大賞にノミネートされます。ロベルト・シューマンのオペラ・ゲナビバの日本初演を 新国立劇場で実現、天皇陛下も訪れ鑑賞。福島第一原子力発電所事故を受け、2012年、フリードリ・ヒデュレン・マット作、物理学者たちを、東方学園芸術短期大学の学生と、伝統ある、俳優座劇場で特別公演を実施日本の儀曲、海外の儀曲、古典から、現代、ストレートプレイから、子供のための芝居まで、幅広く演出している。 劇場以外での公演も多く、神社、寺、ホテルのテラス、水上ステージ、美術館など、様々な空間で上演。作品により、空間の選定から、照明、音響、美術など、都度、様々な手法を取り入れ、常に空間を最大限活かす演出を試みる。1992年に、ゲスナーが日本に来た時、彼のアプローチは、職場、同僚、 信頼、そして外国の環境で働く必要性を作り出すことだった。ルドルフ・ミュンツの学生として彼は歴史における演劇作りの基礎は自分で作った場所から場所への旅であると考えていた。俳優、演出ドイツでの出演、演出作品エジプト、オーストラリア、ブルガリア、カナダ、中国、ドイツ、イギリス、インドネシア、アイルランド、イタリア、日本、 コロンビア、ルーマニア、スイス、韓国、台湾、ベトナム、ありがとうございます。